お菓子をくれなきゃいたずら、え、私がいたずらされちゃうの？誰か助けて。トリックオトリート。お菓子をくれてもいたずらしちゃうんだからね。あの、お菓子をあげなかった場合、私もいたずらされてしまうのでしょうか？トリックオアトリート。お菓子をくれたらいたずらしないで許してあげるわよ。トリックオアトリート。お菓子をくれないといっぱいいたずらしちゃうぞ。お菓子をくれないと小鳥が朝までいたずらしちゃうぞ。怖かった？お菓子をくれたら、リンがスリスリしてあげるにゃ。トリックオアトリート。わしわしされたい子はいないか？あっ、ニコはか弱いからお化けが苦手なんです。で、その視線はやめて。みんな、今まで隠してたけど、実はマリーはお化けなの！なんちゃって。街中仮装した人だらけだし、今日は堕天使コスチュームでも堂々と歩き回れるわ。お祭りだからってあまりに派手派手しい仮装はお断りですわ。今年のハロウィンは何を作ろう？かぼちゃ、かぼちゃプリンにしよう。ハロウィンだからかぼちゃ買ってきたよ。煮物にする？コロッケにする？トリッコはハグ。お菓子をくれなきゃハグするぞ。くれてもハグするぞ。トリックアトリート。お化けも一緒にハロウィンパーティーしよう。ハロウィンはかぼちゃのお菓子をたくさん食べられる日ずら。え、違う？道を歩いてたらお化けの格好の子供たちに追いかけられたよ。すごく怖かった。トリコはスリープ？選べないよ。トリックオアトリート。お菓子をくれてもいたずらしちゃうけどね。トリック&トリック。いたずらばかりだって。私はお菓子より甘いボディだからいいの。トリックオアトリート。結構いたずらは好き。カスミンのためにあるような日ですよね。早速先輩にいたずらしちゃいましょう。お菓子もいたずらもなしなので、アイドルオアアイドルってことでどうでしょう？あなたからトリックオアトリートって言われたら、お菓子もあげていたずらも受け入れちゃうかも。ハッピーハロウィン。お菓子ならいっぱい用意してるから任せて。ハロウィンのコスプレですか？お芝居でいろいろな格好をするのであまり興味が。いたずらされたくなければお菓子をちょうだいというのは面白いですね。私も誰かに言ってみましょうか。トリックはトリート。私の場合トリックもトリートも好きなんだけどね。ハッピーハロウィン。ランジは仮装をしなくても最高だけど、仮装してさらに最高なランジが見たい？いいわよ。